ドーセットシャーは、イギリス海軍のカウンティ90寿命艦、本艦と姉妹艦ノのフォークをサブグループとする資料もある。1941年5月27日、航行不能になった戦艦ビスマルクを魚雷攻撃で撃沈した。1942年4月5日、正論沖海戦で、ナグモ機動部隊から飛来した99艦爆の急降下爆撃により撃沈された。 1927年9月21日に寄港、1929年1月29日に浸水し、1930年9月30日に収益した。1939年9月1日、第二次世界大戦が始まると、大西洋でドイッチュラント急走交換のアドミラルグラーフ・シュペーが通称破壊作戦を開始した。ドーセットシャーも、 ポケット戦艦への対応に追われた。1941年5月、ドイツ海軍はライン演習作戦を発動し、リュッチェンス提督率いる戦艦ビスマルクと従順プリンツオイゲンが大西洋に進出した。5月24日、リュッチェンス部隊はデンマーク海峡海戦で勝利を収めたが、ビスマルクも勝破して燃料不足となり、作戦を中止して、 フランス西海岸の基地に向かうことにした。イギリス海軍は、フットの仇を取るため、全力を挙げた。本国艦隊やエイジ部隊のほかに、輸送船団を護衛中の艦艇も、ビスマルク追撃を命じられた。フットが合鎮した時、ドーセットシャーはシエラレオネからの輸送船団 SL-74 を護衛して、大西洋を北上中だった。5月26日午前11時頃、プビー、 カタリナ飛行艇が単独で、フランスに向けて投進するビスマルクを発見し、各部隊に通報した。ベンジャミン・マーティン大佐は、位置を計算し、ビスマルクがドーセットシャーの北方360海里にいること、ドーセットシャーが旧敵たるドイツ巨大戦艦を迎撃できることに気づいた。マーティン艦長は、海軍本部の許可を得ず、戦断の護衛任務を特設巡洋艦に任せて、 投申を開始した。5月27日午前8時47分マイナス50分、本国艦隊司令長艦ビ B 大正直卒の戦艦キング・ジョージ5世戦艦、ロドニー従順のオフォークが砲撃を開始、ビスマルクも応戦した。同セットシャーは砲撃戦が始まってから約30分以上が経過してビスマルクが沈黙した頃戦闘に加入し、 午前9時40分から砲撃を開始した。ドーセットシャーが突如戦場に出現したため、東美戦隊は本艦を援護に駆けつけた、独従順プリンツを威厳と錯覚したという。本海戦で、ドーセットシャーは20.3センチメートル砲弾254発を発射した。ビスマルクが抵抗の手段を失って、航行不能になった時、 サマビル提督が率いる H 部隊の3隻が出現し、サマビル提督は自らの手でとどめを刺してよいかをトービー長官に問い合わせた。だがトービー長官は戦闘を中止し、魚雷を有する艦はビスマルクに接近し、これを攻撃せよと命じた。この時点で戦場に居合わせた駆逐艦は、 燃料不足で離脱するか、前夜のビスマルクへの夜間来撃で魚雷を使い果たしており、魚雷を持っていたのはドーセットシャアだけだった。午前10時20分、ドーセットシャアはビスマルクの右辺に魚雷2本を発射し、左舷側に回ると午前10時36分に魚雷1本を発射した。午前10時39分、ビスマルクは左舷に転覆して沈没した。 デュッチェンス提督とリンデマン艦長はビスマルクと運命を共にしたが、まだかなりの乗組員が海面に浮いていた。ビスマルクにとどめの魚雷を打ち込んだ。ドーセットシャーは停戦し、泳いできた生存者の救助を開始した。約1時間でドーセットシャーが85名、駆逐艦マオリが24名を救助した。なおも生死救助中、U ボートの存在が予測されたため、 生存者数百名を水面に残して沈没現場を離脱した。その後、ドーセットシャーは修理のため、イングランド北東部のニューカッスルに移動する。航海中に、ビスマルク生存者1名が死亡し、水槽に付された。5月30日、ニューカッスルに入港して、ビスマルク生存者は陸軍に引き渡された。ドーセットシャーの陸民は、ビスマルク生存者を交流し、 好意を持って接した。本艦の水兵たちは航空の理由について、今日はあんた方だが、明日は我が身だからと語ったという。同セットシャーの、明日は、さほど間を置かずにやってきた。1941年8月、オーガスタ・スエーガー大佐が新艦長となる。仮想巡洋艦アトランティスを警戒中の12月1日、ドイツの補給船パイソンと遭遇。 同戦を自沈に追い込んだ。攻撃を受ける同セット社東洋艦隊として、行動中の1942年4月5日、本艦は従順コーンウォールとともに、インド洋正論島の南西3 2 0キロメートルを航行中だった。そこに、日本海軍の南雲機動部隊から江草高志茂少佐、率いる99式艦爆計53機が飛来し、 軽住順二隻に対し急降下爆撃を開始した。当初、ナグモ機動部隊の従順トネ偵察機は、敵巡洋艦らしきもの二隻ミユと報告し、確認に向かった軽巡アブクマ偵察機は、敵駆逐艦二隻ミユと報告した。草加龍之助機動部隊参謀長は、駆逐艦二隻なら見逃して、コロンボ港の商船撃滅を優先しようと考えていた。ところが、 現田実る航空参謀が、商船は丸腰だから、町人で、駆逐艦は両頭を帯びた武士です。向こうの町人を目標として、武士を見逃すのは、普段武士道精神をやかましく言われる参謀長らしくないと進言し、第二波攻撃隊は、敵駆逐艦二隻に向かうことになったという。阿武熊木が報告した駆逐艦二隻は、従順二隻の五人であり、トネ一号機が、 敵巡洋艦は、検討がたなり、敵の付近30海里圏内敵を見ずと報告して、決着がついた。なお、第5航空戦隊の97式艦上攻撃機は、当初魚雷を装備していたが、コロンボ港第二次攻撃のためナグモ司令部の命令により、爆弾に、兵装転換したところ、トネ推定より、敵艦2隻発見報告があって魚雷に再兵装、転換を実施している。 兵装転換に時間がかかったため、ナグモ機動部隊各艦から艦爆隊のみ先行して発進した。日本時間午後4時30分前後から空母3隻の各艦爆隊は急降下爆撃を完工した。同セットシャアに 250kg 爆弾多数が命中し、連合軍記録13時50分ごろ沈没する。コーンウォールも急降下爆撃により撃沈された。 日本側の記録では99艦爆五53機が急降下爆撃を観光して2隻に対し命中率80以上パーセントを記録している。同セットシャアでは234名が戦死、生存者は映画館長を含め500名以上。沈没した A10 順2隻の生存者は翌日になり軽巡エンタープライズ駆逐艦パラディン、駆逐艦パンサーに救助された。 ありがとうございます。